はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドレス長谷川です。プレデターハンティンググラウンズやっていきたいと思います。トライアル版が、今日から3日間100円でプレイできるということで、体験版をねちょっとやっていきたいと思います。軽くやってみたんですけれども、兵士が4人そしてプレデターが1人とで、兵士側は、敵 AI のゲリラを倒しながら、その中でね AI と戦ってる最中、プレイヤーが操るプレデターからも、殺されないように戦わないといけないという感じですね。プレデターは敵兵士倒せばいいと。なかなかね何すりゃいいか分かんない感じはある、やっていきましょう。じゃあプレデター側でやっていこう。さあマッチ開始まで30秒ということで、私がプレデターだ。どっから始まるんだろう。武器はプラズマキャノン、リストブレイド、そして回復と、で光学迷彩と、そして赤外線で見ることができるビジョンもあるよという感じですね。とりあえずみんな殺せばいいんだろうよし行こう。さあ開始。いいね。これでバレると思うんですけどね、隠密キャラなのに。そして光学迷彩、これでかがむと足音は小さくなるけど結構ドスンドスン言うんですよ。とりあえず上登ろう。よいしょ。この音ね、すっごい聞こえます。基本は木の上を移動するっていう感じなんですね。で、水の中入っちゃうと今みたいにバレちゃいます。バチバチ言って。よいしょ。どこだ？曲うるさ。あれは AI 兵士か。なんか手広げてるぞ。ちょっとバグがドン。よし。さあ一応多分ね、普通の4人プレイヤーも AI と戦い始めるから、おずーっとは使ってられないのか。その銃声のする方に行ってボコボコにすると、どっかでうおーっつったけど、おっと。でゆっくり後ろ行って近接キルもできると。変な音が聞こえなかったか。ほらね、変な音聞こえるね。でステルスキル、公演になってる時にそんなセリフ吐く、ここで死んじまうなんてとかで、これでサーマルビジョンね。全然おらんぞ。どこだ。マップ見たい。俺全然どっかでうわーっつってる。こっちだ、こっちか。いる、向こうだないや今行くぞ。あそこか。さあ近くに行くぞ。お、エネルギー残りわずか。あいつか。ほい、位置バレるな。ほい、ドイツが、ドイツが AI でドイツが普通の人なのかわからんな。いるね。
おい。さあ、離れたところ。よいしょ。よいしょ。そこ。シュン。よし。一人やった。お前も。よし。あ、やべ、急いで急いで急いで。急いで。急いでしてくれ。まずい。ほい。ちょっと待って待って待って、セカンドウィンド、回復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 、よいしょ、おし、敵がなんか取っちゃったな、逃げられる前に、おい、どけ、まずい、ちょっと待って、よし、おい。お前も終わりだ。ほい。はい、死んだ死んだ。よし。オッケー。取ったぞ。おい。なに。よいしょ。どこ行った。ほい。あと一人か。回復回復。ちょっと待って、どいてどいてどいて、これ AI か。ほい、はい、死んだ死んだ。もう全員やったか。よいしょ、よし、クイック、クイックもできんだ。ならクイックでいいじゃん。し、終わった。こんな感じだね。結構パニクるわ。焦るね。あとドイツが AI か分かんない、 AI というかプレイヤーなのか分かんないわ。なるほどなるほど。ちょっと兵士側もやってみよう。さあ、兵隊側をやっていきます。これが俺ね。うん、滝からスタートします。スタート地点はね、4つの中から選べるんですよね。最高。これ多分みんなスキン一緒じゃない。これ4つ子です。お母さん行くよ俺たち。ゲリラ軍事キャンプに向かえ。まあ、エイム、そしてスライディングと。で、R1 で投げも。上ボタンで、こっち行こうとか、いう感じ。四角でリロード。まあ、大体の FPS と基本操作は一緒。ほんと、足音。プレデターの、ドスッドスッって音だけマジで注意。よし、まだいいよ。OK。AI 倒して、なんか物資取ったり、コンピューターにアクセス。OKOK。やべ、警報を撃たれる。よしよしよし。OK。これか。任せろ。あ、ナイス。目の前にスナイパーいた。いや、倒しきって。よいしょ。倒したか。ナイス。あー、警報発動。これでプレデターに場所が分かりやすくなっちゃうかな。まだいるまだいる。よいしょ。爆発させて。結構これ視野が広くないから結構酔いますね。酔うというか見づらいというか。よし。で、いる。来た来た来た。プレデターがいる。そんな気がする。違うか。よし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 。オッケーオッケーオッケー。大丈夫か。普通に AI も厄介だな。戻ってくると思った。こっちか。ん、音がすごい。痛い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 。よし、腰腰腰、肩こいつ。
よいしょ、オッケー。大丈夫か、まだいるね。よし、オッケー。いる。ああ、危ねえ、やべやべやべ、これを逃がすか。もうちょい、ちょっと待って、 AI がすごい邪魔。回復回復。プレデターがダウン。バイオマスクを剥がして頭に銃弾をぶち込める。よし、ちょっと待って待って待って、これで、ちょっと待って待って待って、これを、ちょっと待って待って、ちょっと待って待って、邪魔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 、今それどころじゃないのよ。これでバイオマスクを剥がして、ちょ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 、バイオマスク、これでいいのか。え、これただ下打ちしてるだけじゃないの、これ。俺は今悪いことをしてるのでは。プレデターの死体を守れ、あ、そういうことか。これを敵に渡さないように、今普通に敵を倒せばいいだけか。オッケー、オーケー、ナイス。まだいるか。うん、死体の状態損傷軽度。あ、あれを撃たれちゃいけなかったのか。ってことは俺は本当に悪いことしてた。うん、プレゼンの死体を確保したと。なるほど。普通にミッション遂行しつつプレデターを倒せばいいのか。なるほどね。ということで今回はここまで。本当にね、ちょっとよくわからんかったけど、次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。